どうもー、メシアンでございます。プラスドス急に参りました。京都がやってきた。改めましてどうも。前のね、ホラーマップやった時の二人でございます。今回はですね、やっていきたいんですけど、今回やるマップはですね、ザ・レイブ2というマップでございます。このマップはですね、アドオン界の人外兵器とラクターです。今回の人外兵器何その肩書き人外兵器やってた PV ワールドなんですよ。わかりますか PV、うん、何もわかりますよ。プレイヤー VS エンティティでしょ。ああ、大正解。とりあえず始めましょう。一斉のせ、はい、ウストラウッサ。はい、こんな感じでですね、はい、この妖怪ウォッチみたいなコインをもらったわけなんですけど、作者の趣味をバラさないだろうこのコインを使って自分を強化して敵をぶちのめすと。そうですね。とりあえずですね、このもらったコインの中に武器ガチャコインというね、やつがありますんで、ガチャガチャにぶち込んで、武器を手に入れていこうじゃないか。武器の説明とかしなくていいんですか？じゃああれです。今説明するのめんどくさいので、この VTR を見てください。ちょっと待って、後で説明する。スタート時に配布された通貨で、ガチャやアイテムの購入ができます。これを使い自分を強化し、敵を倒していきます。ウェポガチャコイン1枚で、1回ガチャを回すことができます。超最強武器やネタ枠までランダムで一つ武器がもらえます。出てくる武器にはそれぞれレア度があり、レアになるほど強く出にくくなります。敵と武器にはそれぞれ属性があり、相性があります。例えば雷属性の武器は水属性の敵に強いけど、岩属性の敵には効かないとかですね。プレイヤーごとに TP と MP の概念があり、スキルや魔法を発動すると減っていきます。TP は敵を倒すことで、MP は時間が経つことで回復していきます。属性のついている武器は TP を消費することでスキルを使うことができ、属性に合った効果を発動します。属性の相性を考えうまくコインを使えば有利にゲームを進めることができます。敵の属性に合わせて買い物をしましょう。ということで、回していきましょう。とりあえず私から回していいですか？そうだね。チューブ消して音速でクリアしてやりましょうや。じゃあ行きますよ。そいや。あっ、お中あたり。受け継ぐ温度だ。いて。本当に甘いよ、あんたは。そんなね、もうかっちり武器で戦えるわけがない。わしがね、欲しい武器が、呪いの釜っていう武器を欲しくて、バッチコリとね、この武器を当てまして、クリアしてやりますよ、こんなの。はい。いきますよ。せーの。はい。お、チロスなんですかこの武器は。めっちゃ作ってる人が出てきたよ。作ってる人にチュロスって人がいるんだ。これチュロスで戦えっていうんだ。ディズニーランドでやっとけって話で。いや、次、マキルスさん3回目でございます。もうパパッと出しちゃってくださいよ。マキルスさん。虫さんみたいな。お魚とかね。そうチュロスとか出さないんで。もう強い武器出しちゃってくださいよ。いきますよ。はい。ついや。あ、ボンゾード。ボンゾードだ。ほら。いででででで。もうあっという間に出すんだけど、これが。動画的にもゲーム的にも、いいものを出さなきゃいけない。その場合、チュロスだからね。そうそうそう、そう、もうパパッとね、いいもの出して、気持ちよくゲーム始めましょうやってことですよ。では、ラスト。せーの、はい！あれ？え？武器ガチャを回そう、手に入れた。え？何これ？ちょっと待って、ちょっと待って。こんなリサイクルマークで戦えってのか。仕方ないので、最終手段ですよ、あれ。貴様にはフォルダーじゃないか。何これ。バグ犬っていう、やべえやつ。やべえ、強そう、これ。ってことでね、何事もなく、たちを回し終えたわけだけど、よかったですね、ピアノの僕が手に入って。でもよ、こんな最強の武器が手に入ったとて、私らはまだクソの子なんていうわけですよ。生身ですからね。そうなんですよ。ということで、この、防具コインっていうものを使って防具を買いましょう。とりあえず、鉄装備と盾を買っとけば大丈夫です。あ、はい。このおっちゃんから、防具をもらいましょう。で、はい、はい、これほらほら、もう、ほら、もう強そう。でよ、まだまだ、まだまだ来てます。はい。こんなよくわかんない、チューズで戦えるわけがないと。ってことで、武器を買いましょうというわけですね。じゃあわしは、何にしようかな。はい。炎とかいいんじゃない？炎を買います。おー、ええやん。炎のナイフを。ほんで、このレポコインっていうのは、もう一つ使えるものが、遠距離武器ですね。何これ、黒鳥、違う、カラスの弓。ちょっとこれ買うわ。まず、ボール。おー、了解。普通の弓を買って、こいつを攻撃。うわ、強そう。まだまだよ。私は体力が限界なんです。そういう時に、このね、怪しいおっちゃんですよ。はい、魔法系のアイテムを交換してくれるんですよ。この、
センテスト。これを買いましょう。このね、飛べるやつ。これもう動画的に買わざるを得ない。回復のなんちゃら買っとけよ。ああ、危ない危ない。これを買っとかないと、ね、地獄を見ることになるんで。あとはあれですね。もう適当にコインが余ってるんで、人間の入輪でも買っとけます。オッケー。準備は整った。じゃあ、始めますか。バチコイ。やめて。クソみたいな害虫のダジャレで場が凍りついたら、害虫と通話している巻き寿司の精神まで凍りついちゃう。お願い。死なないで巻き寿司。あんたが今ここで倒されたら、ラフターさんや視聴者さんへ見てる動画はどうなっちゃうの？蘇生の魔導士はまだ残ってる。ここから死ななければ、全クリできるんだから。次回、巻き寿司し、スタンバイ。